せーの、カタチャンネル、レザーヨミー。はい、こんにちは、こんばんは、カタチャンネルレザーです。あら、それなんか懐かしいの。そうですね、これ去年の11月の、多分ね、東京国際フォーラムの時の、まいちゃんのライブでね、ね、10月ね、ライブでね、あった T シャツなんですよ、うんうん、いや、やっとね、着れましたよ。ね、なかなかね、1年経ちましたね。もうちょっと早くね、来たかったんだけど、時期がね、コロナの影響でね。そう、まあ、で、明日ですもんね。そう、明日の11月の12月8日、うん、明日の夜の7時半から9時半前の2時間で、はい、マイケライブが始まります。配信です。ということで、今日はそれのお祝いであれですよね、読みをやるんですよね。カズチャンネルレーザー読み。これはい。あ、あれです。フューズオブラブのね。フューズオブラブですね。うん。これね。はい。懐かしい。2005年。フューズオブラブ書いたよ。フューズオブ、これ懐かしい。来ました。私、ビーイング申告会した時に、勉強を兼ねてっていうことで、武道館の一番前で見させていただきました。すごい、ね。ありがたいライブでした、とっても。懐かしい。涙出ちゃう、懐かしくて。15年前か。なんてことでしょうね。15年前、ちょっと俺もその時多分何かでできなかったからさ。15年前。今日はね、ちょっとみんなにね、見せたいなと思うので、やっぱね、これかな。やっぱシューズといえばあれですよね。有名なの入ってますもんね。多分ね、これが一番いいかな。ああ、いいですね、書いてることがね。それでね、一番ね、気に入ったのは、まだ歌って、まだチャリ乗せてないんだけどね、あれかな、キャッチフォーユーのさ、心決めたら、両手広げ、胸痛いの、まあ、歌ってるんだけどね。チャンスフォーユーね。これはもう定番ですね、今や。ねえ、アルバムの曲だったんだけど、結局ね、後にシングルになりましたもんね。これはね、でもほら、あれも出たじゃない、去年ベスト版、はい、あれ合わせて全部で5バージョンあるんですって、この曲。すごい出たね。すごいね。全部把握しきれてないかも。これ多分ね、今まで歌ってないっていうのはほら、ブラリでもほら今年ね、ニューバージョンがね、頭にかかったからね、それ合わせて5バージョンだなって。こんな感じだったのね、すごいね。あー、チャンスフォーユーも歌ってたな、すごいね。ヒューズオブラブね。わりかし辛辣な意見もあるんだけど、いいと思いますよ。私もほら、これ去年かな、だいぶ前か、歌わせてもらいましたね、アルバムの曲。長いんだけど、はい、ここもまあ頑張って見てくれるとありがたいかな。うん、ヒューズオブラブ、愛の導火線。そうね、人はね、わかるんだけどね、うん、ベスト版合わせて6枚目のアルバムってことね。うん、ベストの後出ましたもんね。ここをね、ちょっと読んでみるとね、うん、この本がどういう風なものかっていうのはね、みんな多分分かると思うんで。そうですね、ここはじゃあ読んでいただきましょうね。今とりあえず全部流しましたよ。はい、すいませんね、なかなか長々なんですけど。いいと思いますよ。読むところ抜粋できなくてさ。そうですね、全部の紹介できませんからね、さすがにね。じゃあ、あとは多分みんな行った人はここが熱かったじゃないかな。ああ、いいですね。いいシーンですね。あとはね、あとはまあこういう人、この時期はこういう人が歌ったんだよ、皆さん、うん、こういうメンバー的な。ああ、そうですね。多分懐かしいですよね、うん、懐かしいですね。あー、でもこの時あれですね、エクスペリエンスじゃなくて他の黒人さんのメンバーになってますね。そうですね、変わりましたね。今は全然違ったもんね。そうですね、また一新されちゃいましたね。もう全員ダンサーだったからね、うん、そうですよね。すごいですよ、この時期でもこれ出しましたよ。あー、もうでも6年経ってればね、すごいですよね。6年でここまで出した人は多分いないっすね。すごいですね。ああ、すごい。ということで、あれですよね、明日は楽しみですね。そうですね、私も久々にまいちゃん歌いましたからね、ぜひともね、そうですね、カズチャンネルもあれですよね、
やっと歌いましたよね。白い雪。そう、去年ね、あのファンイベントで聞きましたよね。なんかすごい良かった。あれはね、すごい良かったですよ。あの時にデスバージョンがね。あ、それはあれでしょ。ステイバイマイサイドでしょ。うん、ステイバイマイサイドのあれも良かったですよね、去年のね。あれ行った人しか見れないからね。あれなんかあの出してほしいですよね、特典でもいいから。そう、マイちゃんのね、11月のさ、ライブは10月、10月のさ、うん、あのライブのよう模様さんはさ、あれはほらなんかワーワーとかでね、また再配信したらしいので、あのファンイベントはね、うん、またあれかな、なんか特別の時にしかやらないのかな、うん、そうね。いや、あれはほんとステイバイマイサイドの良かった、あの別バージョンね。そうそう、明日は多分ね、7時半から、うん、9時半まで、うん、あのライブやるって言うから、うん、前に多分ライブではやっぱり、まあ、最初が白い雪と、うん、あ、あれですよね、ウィンターベルズですよね。必ず歌うから、あとは、うん、あとほら、もう一曲もう確定してるのが、その全米デビューの時のベイビーアイラックの B 面ね、Did I hear you say that you're in love っていう曲、それを歌うっていうんで、初めて披露らずにしてるんですよ、それ。そうですね、私はそれが目玉かと思ってます。あとはまあ皆さんがリクエストされた曲と、うん、そうそうそう、そう、私のあれもホイトニー・ヒューストンのね、Run to You っていう曲がありまして、ボディーガードのあれをぜひとも歌ってほしいんですけど、どうでしょうね。あとはマルフィートークと、うん、なんかマイちゃんのやっぱ私物の抽選会がね、あ、すごいね。あれじゃあカズチャンネルの好きな歌も歌ってほしいですね。チケットをね、買った人じゃないと抽選できないらしいって、うん、あらら、でもいいんじゃないですか、ね、見れればね、楽しみですね、まあ、これはこれはまだ、これはまあ気になる人いるかもわからないんだけど、うん、もし明日、うん、見れなかった人は、うん、でもほらアーカイブで1週間ぐらいやってるっていうからね、9時15分、9時15分、うん、9時半かな、うんうん、までは15日までは、うん、アーカイブがあるらしいんで、そ、それでね、見てもらえればね、リアルタイムで見れた人は、うん、いいですよね、それでも見れればね、チェックしてみてもいいと思います。そう、明日ね、見れない人もいるかもしれないからね。そうですね、まあやっぱり、まあ、やっぱ見て、皆さん今コロナもすごいね。そうなんですよ、この間、一昨日でしたっけ、そうですね、584人とか出ちゃいましたから、ね、東京はもうまずいんですよ、本当で、今回やっとね、そういえばあの、ま、さっき言い忘れたけど、あの12月分が追いつきました、あのうちらのチャンネルのね。そうですね。で、それでね、やっとあのさ、なんていうの、ノルマが終わったっていう感じはするけど、でも今後またね、あの規制入るかもしれませんからね。だから先を見越してね。そう、皆さんにね、お届け、あったかい歌をね、お届けしたいんで、そう、ちょっとね、あの、自粛入ってしまえと、うん、確実にちょっとできなくなってしまうんで、できなる可能性高いのでね。ちょっとね、まあ、先、そう、先取りって感じでちょいちょいね。まあ、それを、そういけなかった分を補填するというかね。次をね、うん、次をまあ、見て、配信、そう、そういう意味していこうかなと思ってますよね。っていうのをちょっと今考えてるんで。そう考えると今貯金ゼロですからね、今日でやっとあれだから。そうですね。ね、だからまた今月にもしね、行けたらっていう感じですよね。そうすれば1月分っていう感じで取れるからね。そうですね。まあ、次多分まあ、あの、皆さんにね、お伝えするときに、まあ、まいちゃんのやっぱ配信ライブでいい、そうですよね。まあ、トークでいいね、うん、言葉と、うん、まずまいちゃんのやっぱ歌った曲の感想は、言っていけ、たいなと思ってます、ね、いいですよね。まあ、あと皆さんやっぱりもうね、部屋外でやっぱマスクだけは、ね、そうです、もうしっかりしてくださいね。もう 100% やってほしいです。あの、医療現場が逼迫してて、もう本当気の毒で、で退職する人も増えてるんですって。そう、そうなると余計ね、大変ですからね。くどいかもしれないんだけど、本当マスクしてる人で鼻出してる人多いから、そうだから、そういうのも気をつけてほしいです。本当にもう、あの、口、鼻出してると、あの、意味ないから、そう、マスクだけでちゃんと、あの、俺みたいにレーザーみたいにちゃんとこうやって鼻で、ね、うん、口を隠す、覆います、うん、でちゃんと距離をなるべく取らないとね。あとマスクも今普及してないから、うん、もしダメだったらコンビニに売ってるやつすごいいいから、うん、ああいうの買って普及してください。そうですよね、もうこれしないと本当に今の時期はきついんで、うん、うがいとね、手指消毒して。やっぱレーザーも明日はレーザー楽しみにしてるから、うん、みんなコロナにかかんないで、そうです、気持ちよく、そうしましょう、あったかく見たいと思うんで、皆さん明日は
盛り上がりましょう。エルです。ピー、エルなのにピー。